前回やった木なんですけど、はい、今回は、ね、これに針金かけてちょっと模様つけていこうかなっていう、そう考えてます。で、前回言いました水水とそれからシャリの間をはっきり線をつけておいて、はい、1年ぐらい置くっていう話したんですけど、置かないでね、そのままシャリつけちゃった方がやりやすいと思います。ああ、そうですか。それで前回言ったことをちょっと訂正しますんで、皮むいてそれでシャリを出してそれから彫刻をしていくっていう形で、今回ねその彫刻までやっちゃいました。やっちゃった、うん、ここ見てください。これ板状になってると思います。これずっと板状にこうやって切れてきてると思います。立体的になる。ずっといただいて、こうやって紙テープがこうやってあっち行ったりこっち行ったりそういう感じになってると思います。これもうひたすらこう削って、そうです、いく感じですから、最初にやったと同じように皮むいた時と同じようにの線の通りにただ取ってるだけです、彫刻刀でこう削って、あんまり削ってないです。これなるほど、ちょっとどうしようもないところは彫刻刀で削ってますけど、一個ずつこう髪の毛の一本ずつ剥いていくような形でこう取ってます。ですから1日10センチって言いましたけど、そのぐらいのスピードでやっていかないと、こう綺麗に上がってこないというです。なるほど、このシャリがかなり浮き出してると思います。ここにこれが2本で上がったらこう浮き出してこないですからね。これ1本で上がってるからシャリがぐわっと浮き出してる、この動きが出てきてると思います。木にとっては1年ぐらいやっぱ休ませた方がやっぱりダメージは少ないですかね。ダメージは少ないですけど大丈夫ですよ。これやっててね、前のこと思い出したんですけどね、1年ぐらい経つとここの木がボロボロになってくるんですよ、はい、腐って、 そうするとスーッて皮がむけなくなってきますから。あ、なるほど。線状にこうこの時やった方のがこうシャリはつきやすいです。なるほど。ただしこういうささくれがいっぱい出ます、うん、これ木は真ん中に芯があって、はい、その周りにこう白玉っていうのがあるんですよね。こう白い部分、はいはい、こう柔らかい部分です、はい、木のが太っていく部分、うん、これの繊維に沿ってずっと取ってますから、うん、でもっと太い木だとね、この白玉って全部取っちゃって中の芯だけ赤い部分だけ使うようにしてます、うん、ここまでねやってもいいと思います。わかりました、うん、一気にここまでやっちゃっても大丈夫、うん、大丈夫です、うん、でこれもう一つ、ね、ちょっとサンプル持ってきたんですけど、はい、これだって糸状にできてきてると思います。こう立ち上がってでこう水水が粘点して上上がってきてるって感じ、うん、でこれが大体1年ぐらい経ちます。そうするとこういうのまだ残ってますよね。これがもっと年数経つと腐ってきて、うん、取れちゃいます、ね、ささくれみたいなやつ、ね、ささくれです。ワイヤーブラシで取れますから、ここに、これささくれが取れると同時に、うん、木目が出てきます。これはほうほうほう、うん、これはねもここの部分はちょっと古いです。もっと前にやったやつ、ちょっと1年ぐらい置いてから取っていくとこのささくれも取れてこの木の木目これが出てきます、うん、でこれはちょっと太いんでこう赤い部分まで出してますけどね、うん、ここが芯になってこっちが白玉っていう木が太っていく部分ですね。ここは柔らかいんですよ、うんうん、でこれからお化粧が入りますね。綺麗に一回掃除してお化粧っていうのは白く、はい、うん、溶合剤、溶合剤、塗る人いるんですけど、私は上駐車場の上なんでね、溶合剤塗っちゃってその雫が車の上に落っこってきてねやだ穴開いちゃったんです腐って。そうですね。だからねこれそれは塗んないで松屋に塗ってます。松屋に、うん、松屋に出すかな。こういうね、うんうんうん、この塊これもっと大きいんですよ。この松ヤニをこれ細かく砕いたんです。もっとこのぐらいの塊になってますからね。それを細かく砕いてアルコール、燃料でも消毒でもいいですよ、はい、アルコールで溶かすんですよ、うんうん、こうやって振っておくと振ると溶けてこういう形になりますね、はい、これはね、通販とかあるのが早いかもわかんないですよ。通販、この辺では売ってないですよ。野球のなんかピッチャーがこう滑り止めですか、はいはいはい、あれ松屋でしょ、はいはい、ああいうのこう固まってるのがあるかどうかちょっと分かんないですけどね、はいはい、横材買えないですからね、うん、買えない。通販だと乗ってるんでね、うん、でこれを塗って1回2回ぐらい塗るんですよ。これはもう塗ってあるんですか。これ塗ってないのまだまだ塗ってない、うん、1年ぐらい置いとかないと
これ少しささくれとか取れないんで、うん、置いておいて、それから全部一回掃除して、でこの松ヤニを塗る。最初塗った時はね光っちゃいますけどね、うん、あ、光沢あります。1ヶ月も経てばね、うん、その光が取れて汚さと違った色合いっていうのが出てきます。ちょっとあれよりね、白っぽくなくてちょっと黒みがかったような色になっていますね、うん、そっちの自然かもしれないですね、うん、自然な色だと思います、はいはい、ただ汚剤のあの白いの好きじゃないって人はこの松ヤニがいいと思いますよ。なるほど。じゃあ、ね、ちょっと本題の方に入ってきますね、はい、まず正面、はい、仮の正面って決めます。こっちから見るとこの水、あの車輪の動きっていうのがこう大きく見えるような感じするんです、うん、そうですね。でこっちから見るとこの車輪が繊細な動きっていうのがあるかなと、うん、どっちか正面決めないで、うん、このまま針金かけていく、かけていく、うん、でこのままだと厳しさがないんですよ、はいはい、この辺でちょこっとガクンと、うん、下げるか、うん、もしかしたらこう先端がダメになるかもわかんないけど、ダメになったらこの辺が、うん、この辺で作ってるような、そういう針金をかけようかなと思ってます。細い木は、ね、芯まで出せないんでね、はい、太い木だったら赤いところまで削っちゃいますけど、うん、そこからハチ巻きがけって言うんです。ハチ巻きがけ、うん、ここで輪っか作ってここで固定させます、はいはい、で絶対ここが開かないようにしないとね、グラグラして絶対針金効きませんから。これ1本を1本で1本の針金で同じ枝で2つで入れていく、こういう掛け方。そうすると針金だらけになったりすみますからねこういう掛け方もあるっていう。でこれも同じ方向に持ってください。これ同じ方、ちょっと普通の掛け方とはちょっと違うかもわかんないですけど、はいはい、これ慣れればすぐできます。こんな、なんか付け根がちょっと弱いのかなと思っちゃうんですけど、大丈夫なんですかこれ。大丈夫です、こうギュッと隙間を作らず、大丈夫です、入れれば。あ、こうでしょ。これで1本で両方入っちゃったです。あまり針金がだらけになっちゃうとか、それから太さの違う場合はこういう掛け方でもいいと思いますよ。効きますからね。もう2本入ってない。ただしここの支点だけきちっと隙間開かないようにしないと、そうですね、そこがグラグラして効かないです。これが支点になりますからね、はいはい、キュッと、うん、これ作ったらあまり戻ってないな、うん、だいたいねこの辺から曲げようかなと思ってます。ほうほう、こうちょっとひねりながらここに来たらいいかなと思って、うん、ただしねこうかなり細いんですよこれ。細い、うん、うまくいくかどうか、もしダメだったらもう上なしで下だけですなるほどそういう形で作っていく、ね、分かりました。ちょっとラファイア巻きます。はい、巻き方はちょっとお願いしますか。この枝はもう完全に水吸い切れてる、もう完全に車輪のところに来ちゃってますからね。これもダメだから取っちゃいます。両方車輪の間に入っちゃってますからね、この枝は犠牲になります。ここから行きます。で、ね、よくねこう最初の分かんない人はね、縄状にしてねこうやって巻いちゃう人がいるんですよ、ここに、はいはいはい、でも木が太っちゃってね、みっともないんで、はい、必ずこう包帯状に広げながら巻いてってください、うんうん、一応人に見せるものを作ってるんで綺麗に巻いてやってった方がいいかなと思いますね。スタートのところを右手で押さえてる感じですね。そうそうそう、これ緩んできますからね、うん、そしたらこれをこう上上げるんですよ。え、これもう一回いきますね、はい、これ下向いてるでしょ。下向いてそれでここでもう一回巻いていく、はい、まだ下向いて、これをこう今度上上げる、上上げる、でこれで巻いていくんですよ。その方がしっかり止まるから、この方がねしっかり途中で足していく時も同じですよ、うん、下向けてやって少し下に出てやつを上向けて、でこれきつく巻かないとね巻いて意味ないですからね、木を保護するために巻いてるんですね。保護するため、そう、
あの水吸い保護するため、はい、でねちょっと太い木だとここへアルミ線沿わせますよね、水吸いにね、はいはい、今これなしでいっちゃいます。うまく戻ってないな、これ乾いてるけど、起きたら、うん、こう枝をグッと下げるんですよ、これ下下げる、下げるときにはこうこのまま下げちゃう、下げちゃう、ここが、はいはいはい、そう下げるのを抑えるためにここは八の字に巻きます、枝のとこ来たら、うん、こう一回で八、うん、こう来たらこう八の字、上を巻いた後にそう一周回してるんですか、それ、これ 2,3 回やった方がいいと思いますよ、今ここ来たでしょ、はいはい、それまた反対側からこう入れた、なるほど、ここに、あ、回してるんですか、そうで、また上上がってくる、そうするともうここが裂けないですよ、ほらほら、なるほど、そのためにこう保護するためにラファエ巻いてるんで、こう枝もグッと下げてば、うん、こんな上がってたらこう裂けるのは見えてますからね、それからこういうふうに八の字にかけてくれます、こうそうするとこれは裂けない、最後の止めるのはただ絞るだけですから、何回かがっちり、うん、がっちりした、これでも夏場やったらダメですからね、これね、剥がれちゃう、うん、でね、もうちょっと保護しますんで、はい、自転車のチューブこれをもう一回巻きますわ、ここまでやらなくてもいいかなと思うんですけどね、うん、かなり水吸い細かったし、はい、曲げたら切れちゃうかもわかんないので、一応もう一回保護します。順番はラファイアの後に、そう、あのこれね、チューブってのはかなり締まりますからね、はい、これ目いっぱい引っ張って、うん、こう巻いていくとね、こう引っ張らないとダメですよ、はいはい、かなりね締まるんですよ、これ。なるほど、だから、まあ、木を保護する上でもラファイアが下の方がいい、これいいと思いますよ、はい、これ自転車ですか、自転車のチューブです、はあ、あの自動車のバイクのチューブなんかでちょっと暑すぎてダメだね、はあ、自転車のチューブが一番いいね、でこれでだいたい半年ぐらい置くような形ですね、はい、ラファイアが腐ってきたらもう外してもいいかなっていうことです、うん、感じです、枝も同じように、うん、ちょっとこう枝も同じようにね、うん、こうちょっとやっといた方が、これ余ってるんでね、枝もやっちゃいますからね、はい、もうこれだけ保護して枯れたら、もう次の段階考えるしかないです、うん、そうですね正しい夏場はダメ、うん、最後は針金で止めます、あれ短かったかな。いや、めっちゃ。これ枝と同じ太さですね。本当ですね。これここ曲げてきます、はい、ちょっとこれ針金を巻いた方向にね締めながらこう巻いてください、下げてきます、これやるときはねもう音聞きながらね、うん、やらないとポキッと音がしたらもうそこで終わりになりますからね、はい、まだ音してないんでここでいける、これ私ちょっと締めますから、一応ね、こう
ここまで90度以上曲がってたんですけど、まだこう曲げ甘いですよね、これね。あ、次の段階でもうちょっとこう、こういう形になったでしょ。これカクッとこう曲がる。なるほど。あ、来るな。こっちから見たらいいですけどね、これ反対側ちょっとほら、緩やかな顔になってきた。これがなくなれば、こう角度出るかなって感じ、これでいきましょう。これあと 全体に針金かけていきます、枝抜かないでそのままいきますかね、どこからかも分かんないけどね、ちなみに、こういうところって曲げられるんですか？曲がるよ。あ、かけられる。これくっつけて、これこうやってくっつけてもいいかなって。シャリになってるところも後から曲げることできる。大丈夫。あとね、こう天秤とかそういうシャリあるじゃないですか。あれもね、熱加えて。ああ、やりますね。曲げる。結果的にね、すごい曲がった。すごい曲がったね。音鳴らなかったよ。音しなかったね。大丈夫そう。正面がちょっとね、どっちでもいけそうな感じですね。正面を、あんまり枝が抜けないんで、ちょっと多いんですよね。ここなんかも。幹切っちゃったでしょ、これここないからこれ取るわけにいかないんで、ここを開けたいんですよね。こう幹切っちゃったから、こっちからも見れますね。結構ね、この木が間延びしてるわ。最初のあそこで買ったものと比べたらだいぶ変わりましたね。変わってるね、最初の頃とはね。ここ結構良くなったよ、これが。そうですね、だいぶここ曲がって、でも下取っちゃったら、もうここ見せようにしてもいいかなって。裏からも見れる、正面はここ、とりあえずの正面ね。そっちもいいですよね、こっち。例えばここ正面にしたら、そう、ここがね、ここが見えて、これが見えて、これもいいかな。これもいいですよね。まあこれからだね、どこが枯れてくかはね、ここかなり厳しくやってるからね。3000弱で買って、こうなるから、面白いですね、盆栽って、そうここから何十年って遊べるから、こういう風な形で大体似たような木なんだけど、そうですね、こういう風になってくればね、また値段的には。で、ちょっとこう間延びしてるんで、こういうところに芽が吹いてくればね、もっと詰まった木になると思う。でも先生は心拍を細く古くさせるのが好きじゃない。細く作るじゃないですか。それはやっぱこういうのやっておくと太くなりにくいってことなんですか。そう、やっぱりね、筋で見せるか、それとこう傘で見せるかって言ったらね、私どっちかって言ったら、こう線でこう見せる、で心拍ですからね、こう肩がきちっきちっとこう見えていかないと。なるほど。まだね、長いかなっていう感じがするからね、サイズもこのぐらいが好きですよね。このぐらいだったよね。なんとかまとまった。そうですね。でも素材を買って、まあ、こんだけいろんな作業ができるから、勉強もできるし、まあ、今後も楽しみですよね。これ結構時間かかるからね。そうですよね。こうシャリつけたりさ、こっからまた改作もできそうだしな。
で皆さんねこう焦ってね、うん、その日のうちに仕上げたいって人は結構多いんですよ、はいはいはい、最後の姿見たいって、うん、それは分かるけどね植物って1年間のサイクルで動いてるからね、はいはい、それに合わせた形でこう作っていったらいいんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、長く楽しんで育てていくっていうのが面白いところですね、うん、盆栽の。もしこの木があの下の方が上の方が枯れたらどうするかって言ったらもうここから陣でもいいですよ、はいはい、天陣になってくから。そうですね、まあ、小さくも作ろうと思えば作れますもんね、うん、これね。そう、枝が一本ありゃなんとかなるからね。一本ありゃなんとかなんですよ。全部枯れちゃってダメだよ。そうですね。まあそんなところで、うん、じゃあ今日はこんな形、はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。